月に一度のお楽しみ、追ってサタするのコーナー。このコーナーは皆様からいただいた、まあ、コメントのご質問にお答えしたり、まあ、感想を言ったり、ゆるーくわちゃわちゃとやっているコーナーでございます。いつもね、たくさんのコメントありがとうございます。ありがとうございます。最初は、もちょりんこさん。コメントありがとうございます。君を起きて、まあ、あの回ですね。あの一条というのが亡くなったね。厚安親王ということはないのでしょうか。だから君をね、誰だったのか。一条天皇の最後のね、残した和歌が、君を起きてっていう、あの君は誰なのか、貞子ちゃんなのか、ね、秋子ちゃんなのかって言ってたんだけど、厚安親王ということはないのでしょうか。もしくは、その秋子ちゃんの子供たち、まだ幼いあなた方を置いていってしまう自分を許してほしいみたいな。そういうのないでしょうかっていう。これに関しては結構たくさんの方からね、あの言った君は厚安親王をはじめとして、一条天皇の子供たちなんじゃないかっていうね、コメントをいただいております。で、まあ、それはね、まあわかんないですから、そういうコメントたくさんいただいたななんですけど、もちょりんこさんの質問が、龍笛。一条天皇のその横笛ね。龍笛って乱龍王の笛なんでしょうか、うん、今、龍の王という漫画を読んでて、その笛が出てきたので気になってしまいましたっていうことで、あの笛なんですが、まあ一条天皇はその横笛、龍笛が得意だったって言われてて、うん、で、龍笛っていうのはまあ横笛の一種なんですよね。で、雅楽の乱龍王っていうのがあるんですけど、乱龍王の笛は、あれは龍笛で、まあ奏でられているんですよね。で、普通の横笛とその龍笛どう違うのかっていうと、ちょっと割とね、太くて、音域が広いらしいんですよね。で、それで結構吹くのが難しいらしいんですよ。まあ私吹けないから分かんないんで、うん、その吹いてる方の感想としては、音域が広くて、上手い人がその吹くとものすごくこの情感のある音を出せる笛なんだけど、腕がないと難しいらしいね。だからすごい上手い下手が分かる笛ってことなので、その龍笛が得意だったっていう一条っていうのは相当横笛上手かったってことなんじゃないのかなっていうのは分かりますよね。で、しかも、一条天皇はすごい、そうやってね、笛も好きだし、漢石も好きだしっていうことで、うん、なんで一条天皇が名君って呼ばれたのの一環には、天皇が音楽ができると尊厳性がアップするっていう、その時代の当時の考え方があったんですよ。あの、音楽に造形が深い天皇の世は、盛大である。ね。あの、素晴らしい御世であるって思われていたっていうのがあって、つまり、還元を伴う、そのいろいろ笛とかね、こととか琵琶とかを伴う音曲を伴う御遊天皇の遊びっていうのはただの遊びではなくて君臣和楽天皇と臣下が愛和して楽しむっていうのの象徴なわけなんですよ。で、この君臣和楽っていうのも平和な御世の象徴でもあるので、音楽に造形の深い天皇が臣下たちと共にその音楽を楽しむっていうのがたくさんある時代というのは平和な時代なんだ。素晴らしい御世なんだ。っていう考え方があったので、あの一条天皇っていうのはそういう意味で音楽も好むし、漢石も好むしっていうのに対して、うん、三条天皇はそうではなかったので、なのでより一条天皇期っていうのが、まあ、盛大であった、一条天皇は名君であったと思わせた一因でもあるんですね。だから、あの天皇が、うん、一条天皇が、あの、龍笛がすごく、あの、うまかったっていうのは、その音楽の才能あったっていうの以上に、天皇として素晴らしかったっていう意味でもあるんですよね。へー。三条天皇も何か一つでもできたらよかったのにね。まあ、三条天皇はどっちかというと一条天皇の反対を行こうとした人なのでね。まあ、ちょっと残念な感じではありますね。あと、まあ、短かったしね、時代がね。確かに。はい。ということで、まあ、龍笛というのはその乱龍の笛でございます。次いきます。ゆふさん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。金家。高家と来て、うん、これちかと名前がガラッと変わったのには理由があるのですか？道高さんは名前的にわかりますけれども、これちかさんのその字は一体どこから来たんでしょうっていうんで、まず、金家高家じゃないからね。あの、金家、道高、高家、これちかだからね。順番から言うとね。金家パパがいて、金家パパの息子が道高お兄ちゃんで、道高お兄ちゃんの息子がこれちかと高家だからね。だから、あの、別に高家の家が金家の家からそう直接来てるわけじゃないんですよね。これ、後になると通り字って言って、父から子へ、その一字をね、あの、言ったらこう、与え続けてずっと同じ一字がずっと続くみたいなね、誘導が、あの、一般
的になるんですけど、この時代それあんまり一般的じゃないんですよね。別にお父さんから子供へ漢字が同じ、一字が受け継がれるとかいうのはあんまりなくて、まあ、兄弟が同じだったりっていうのは割とあったりするんだけれども、なので別に、その、これちかが、そのもういきなりなんか名前変わったとかいうのは別に驚くようなことではなくて、まあまあ、この時代では普通なんですよね。ただじゃあそのこれちかのこれの字とかちかの字っていうのが突然もうなんかここで突如として出てきたのかっていうのはそうではなくて、金井パパのお兄さんっていうのがこれただっていうんですよね。だからそのこれただのこれの字がこれちかのこれの字と一緒だから、まあだから別にその一族としては藤原のそのね、ホッケの一族としてはよく使う名前だからっていうので使ってるっていうことで、でちなみにだからこれただっていうのも、まあ雪成くんのおじいさんなんですよね。で、雪成くんのおじいさんなんだけど、雪成くんのお父さんにしても、雪成くんにしても別に、そのこれただの字は一字も受け継いでないわけなんですよ。ただし、そのお父ちゃんやその息子孫は全然受け継いでないんだけど、その雪成くんの子孫になってくると、そのこれの字を使ってる人が多いんですよね。やっぱりこれただの子孫なんだって。まあ割と、これただの方が着流っちゃ着流なんで、これただの子孫なんだってことで、これの字使うみたいな人が増えるので、そうですね、道長の次の代ぐらいかな、そのぐらいからは、通り字っていう父の字を一字もらうみたいな習慣ができ始める頃で、道長のこの時代はまだ別にお父さんの字もらうっていうのは一般的じゃないので、そんななんか繋がってくるってことはない。ただ、一族によく使われる字を使うみたいなことはあるので、まあなので、これちかのこれは、言ったら金井パパのそのお兄さんのこれただから来てるだろうし、うんうん、まあ高家くんはその高の字は道高お兄ちゃんの高だし、うん、まあ家の方は、まあ金井パパと同じの家だし、みたいな感じで一族で使ってるから、みたいな感じでお父さんだから使ってるっていう感じではないのかなっていう感じでございます。言えばこうすごく活躍した人の名前とかを後々からつけて、うちはこの流れを組んでますよって逆にやりたがったのかもしれないよね、後々に。そう、うん、なんかもう後々になってきて、その家業っていうものが代々受け継がれるもの、うん、父から子へ受け継がれるものなんだっていうのが定着した頃には、うん、じゃあ名前も同じ一族の、うんうんうん、同じ血筋のね、字として一字をずっと通り字として使おうみたいになっていくんだけど、まだ道長のこの時代はそれは主流ではなかったってことですね、うん、なるほど。はい、じゃあ次行きます。レイさんですね、うん、コメントありがとうございました。ありがとうございます。終始内親王は一条天皇が亡くなった後、平成政の宅地に建てられた竹三条の宮に移ったとの説もありましたが、どうなのでしょうかっていう、貞子ちゃんの、一条天皇と貞子ちゃんの長女ですよね。が、まあ言ったら竹三条邸に移った、竹三条宮に移ったっていう話なんですけど、竹三条宮っていうのは、貞子ちゃんが厚安親王と美子内親王を産んで、そして亡くなった平成政の屋敷のことなんですよ。なんか、貞子ちゃんが言ったら、厚谷親王を産んで、まあ、ちょっと動画でもお話しましたけど、本来だったら、そんなね、惨めな低い身分の屋敷に移るんじゃないのに、うん、そういうね、屋敷に、もう門もみっともないもんなのに、行って産んだっていう、その平成政の屋敷っていうのが、後に、寛弘5年だったかな、平成政が、貞子ちゃんの子供たちに、まあ、厚谷親王とかに、その自分の屋敷を、まあ、譲渡するんですよね。まあ、プレゼントするわけです。差し上げますっていう感じで。で、それで、実資の所有勇気に、その昭和2年だから1013年にこの終始内親王が引っ越したっていうのが書かれているので、1013年にはこの終始内親王の貞子ちゃんの長女が、竹三条の宮、もともとの平成政の屋敷に移っている、住んでるっていうのは、まあ、確かかなと思いますね。で、それで更級日記っていうのがこの時期書かれている、もうちょっと後ですけど書かれているの、有名な平安文学の女流文学、文学のね、一つがあるんですけど、更級日記の中に、この作者のね、菅原の高杉の娘っていうのが、京の三条に屋敷を買って住んだっていう時に、ご近所に三条の宮の屋敷があったって書いてあるんですよ。で、この三条の宮っていうのが、竹三条の宮に住んでいる終始内親王のことなので、まあ、なのでその、言ったら、更級日記の作者が三条の屋敷に買って住んだ時ににも住んでたっていうのがわかるんですよね、うんうん、で実際この竹三条の宮っていうのは聖徳2年だから西暦1098年、だいぶ後ですね、火事で焼けちゃうんですよ。で、この頃、まあ、再建するんだけども、藤原の諸道っていう、白河院の、白河法皇の時代の関白やってた藤原の諸道っていう人が、どさくさに紛れて摂関家領にしちゃうんですよ。
で、それで、その摂関家の、いった領地みたいな感じ、屋敷領にしてしまって、で、後に白河法皇の隠御所になるっていう、まあ、結構曰く因縁の場所ではあるんですよね。だから、今回、その言ったら、貞子ちゃんの娘ちゃんがずっと住んでた後、まあ、後々には白河法皇の隠御所になるっていうね、まあ、そういう変遷を辿る場所ではあるんですよね。はい。ということで、よろしいでしょうか。次ですね。あ、これね、ちょっと面白かったんですよ。これ、にゃんこスキーさん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。キリュウさんの兄はからんや。うんで思い出しました。高校の時すごいおじいさんの歴史の先生が華僑に入るとよくおっしゃってた兄はからんやって言ったらしいんですよね、その先生に。その生徒が出たぞ兄はからんやと言って小声で弟たばからんやとかって返していたというで、まあ、ご自身の好きな時代ばかり詳しく熱く語られる定年間際の先生でしたが、大好きでしたということで。なんか、これ、本当にその、この、その先生知ってますとか、うちの先生、学校の先生かもっていう、そのコメントいっぱいいただいて、いや、なんかこのコメント欄っていうのが、すごい楽しくなった、本当にいいコメントというか、ありがたいコメントだなと思ったんですけども、いや、でも、その先生、いいよね。で、また、生徒さんたちも高校のさ、生徒さんたちがいい。で、高校のさ、生徒さんなのに、兄はからんやで、兄に対して弟で、はかるや、だから、たばからんやっていうね、はかるにたばかる持ってくるセンスの良さ。いやー、なんか先生だけじゃなくて、生徒さんたちのね、もう知識力も上、高いの、うん、センス素晴らしいと思ったコメントでございまして。で、まあ、このコメント欄でね、そのお互いのなんか高校の話で盛り上がられてて、うん、いや、よかったと思って、なんかそんな感じでね、同窓会的に盛り上がっていただくのもありかなと思った次第でございます。本当に面白い先生とかっていうのはいいですよね。で、もう本当その当時の学生さんたちのセンスもいいよね。兄はからやに弟たばからやって出てくる生徒さんってすごいよね。今の高校生じゃ思いつかないと思う。素晴らしい。古文力の高さっていうのを感じますね。なんかコメント欄で勝手に盛り上がってさ、あの肝心のチャンネルのメンバーこの3人置いてけぼりみたいな、まるで100万人登録のチャンネルのコメント欄みたいな。そういや、なんか素晴らしいコメントだなと思います。まあ、そんな感じでね、コメント欄で盛り上がっていただけるのもね、ありがたいなと思った次第でね。いや、まあそんな名物先生ね、もううちの学校に私と先生にもいたのはいたけどね、なかなか面白い先生いますよね、うん、どこの学校にもね。ということで、にゃんこスッキーさんありがとうございました。次もね、ちょっと面白いコメントで、栄養満点空豆さん、コメントありがとうございました。現在高校3年生の受験生です。今年の1月末に学校の国語の先生からかしましを教えてくださって、それからずっと見ています。大河とかしましを見始めてから古典がより一層楽しくなって、勉強を苦にならずに続けられています。ありがとうございますっていうね。いやいや、ありがたいのはこちらでございます。というか、先生、国語の先生、何を進めてらっしゃるんですかっていう。もう、もっとちゃんと教えてあげてくださいよっていうね。息抜きにはいいけどさ、本当に。まあでもなんかね、この栄養満点空豆さんが、もしで和歌が出た時や漢詩が出た時に、桐生さんの感情豊かに読み上げるお声の幻聴が聞こえるようになってきました。いい感じに緊張がほぐれるのでとても感謝しています。今は勉強のために古典を勉強してますが、大学になったら趣味として古典を学びたいと思います、ということで。いや、まあ、なんていうか、幻聴聞こえるのは大丈夫かと思うんですが、まあ、緊張をほぐしていただけてるなら何よりお役に立てて何よりということなので、はい、ありがたいんですけれども、まあ、でもこうやってね、勉強のための古典じゃなくて楽しむために古典学びたいってね、言ってくれる高校3年生がいる喜びっていうね、本当ありがたいですよね。もう古典というのはね、もう言ったら本当趣味でやって教養を高めて楽しむべきものであらまほしと思っておりますのでね、別になんか勉強で点数取るためのものにしたら面白くなくなっちゃうけども、こう、ああ、こんなことがあるのか、こういう意味なのかって思って楽しむと非常に楽しいものなのでね、人生に彩りを添えてくれるものになると思うので、空豆さんも、ぜひね、大学生になって無事合格して希望校に入ってね、楽しい大学古典生活を送っていただきたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ってください。はい、で次ですね、サベージベアさんですね、コメントいつもありがとうございます。ありがとうございます。これ内裏が焼けると里内裏に天皇が住んでいたようですが、内裏、うん、ほど広くなかったのですよね。中宮以外の奥さん、女房たちも一緒に里内裏に住んだのでしょうか。東宮も同じ里内裏にいたのでしょうか、ということで、どう思います。今回もね、三条天皇がね、内裏焼けてましたけどね。
焼けたとしても全焼はなかなかしないと思うから半分はそこにいて半分だけが里帰りの方に行く。焼けた帰り残ってる両方。そう、半分全部は全焼っていうのはあんまりないと思う、広すぎるから。じゃあ全焼した場合は？みんなで新しい帰りを作る方に頑張る。でそのもちろん全焼したら新しい代理は作るんですけど、その新しい代理を作っている間の仮の住まいとして里代理っていうのがあるんですよね。そうそうよね。なんだけど。それでもそこ狭くないのっていう話ですよ。もう女性であってもみんなで建物を作るために頑張る。それか、一応は、なんかみんな点でバラバラになっちゃうと、また全員はいけないと思う。やっぱ狭いからね。なんで、点でバラバラになっちゃうと、また呼ぶのに大変なんで、いくらかお金を、っていうか何かを渡して、どっかに別のそういう人たちの待機場がある。あれじゃないの？当時は奥さんの方が金持ちやから。奥さんは里帰り以外の実家とか。屋敷とかに住んで、ほんで天皇はわせわせ通ってたんじゃない？いや天皇は通わない、天皇は通わない。あのまあだからその時その時でね、全焼かそうじゃないかとかね、その部分かとかで、まあまあその時その時で違うとは思うんですけど、もうたまたまほらこの間三条天皇の時に言ったら昭和3年に代理が焼けたじゃないですか。でこの時代理がもう焼けちゃったもんだから、琵琶殿の里代理にしたんですよね。でそれで琵琶殿っていう、まあ結構広い屋敷があるんだけれども、あのやっぱり増築しなきゃいけない、天皇の里代理とするには増築しなきゃいけないっていうので、まあ、だからね、里帰りもまあ建て替えたり建て増ししたりするわけなんですよね。でそうやって増築するんだけど、うん、面白いのがこの時三条天皇は電車の数を代理と同じようにしろって言ったわけなんですよ。でも道長はいやいや財政危機の折そんな全部いらないでしょ、うんうんうん、どうせまた代理は代理建て直すんだから、これ臨時なんだからそんなにいっぱいしなくてもいいじゃないですか、減らすべきじゃないですかって揉めてたりするんですよね。まあ、なので、うん、言ったらまあ一応基本は里代理の場合は正規のね代理と同じように増築して建て増しするもんなんだって考えが天皇の側にはあるんだなっていうところを見ると、うん、まあ全員が移ったことも時代としてはあったのかもしれないなというのが分かるのが一つと、でも一応ここはあの三条天皇の時は揉めたもんで里代理がまあ多分縮小規模にあったんでしょうね。なのでまあそれでちょっと全員は移ってこれないみたいな感じだったんだけれども、でも里代理もだから完成するまでどっかに仮住まいしなきゃいけないということで、うんうん、三条天皇はこの時あの太政官の言ったらもう政治を行うところの松本蔵氏っていうところに住ん で東宮の厚平親王っていうのはやっぱり太政官の蔵の蔵氏っていうところに住んでいるので、言ったらその里帰りに住むんだけれども、里帰りに住むまでは言ったらその役所の、まあ、いろんな、言った増資のところに仮住まいしてるみたいな感じだったようなんですよね。で、それで、今回、三条天皇の場合は、もう、道長がやっぱり縮小しろって言ったので、里帰りが完成しても、うん、あの、全員が、その、琵琶殿のところに、言った、行ったわけではなくて、三条天皇と清子ちゃんは、あの、琵琶殿に入ったんですけども、厚平親王は高倉邸の方に行ってるんですよね。助子さんも別の場所に住んでるんですよね。まあ、なので、前回、毎回、その火事の度に同じっていうので、火事の度にいろいろあるんだけど、この三条天皇の時は、うん、琵琶殿には三条天皇と、清子ちゃんだけが入って、助子さんとそれから東宮は別のところにいて、まあだからなんか天然バラバラに住んでいたようなんですよね。で一条天皇の時も、まあ一条の里帰りにいた時に元子さんっていう女房をね、元子さんは自分家にいたわけなんですよね、その実家に。それをわざわざその里帰りに呼び寄せてる。だからあの空さんの天皇が行くんじゃないんですよ。女房を呼び寄せるわけなんですよ、里帰りの方にね。呼び寄せているので、一条天皇の家事の里帰りの住まいの時も全員の女房とかが一緒に住んでいたわけではないと、これでもわかるので。なので一応建て替える。里帰りも増築はするし、で、代理も新しく建て直したりいろいろする間に、まあ、天然バラバラ、みんなそれぞれの住まいは別々だったり、まあ一緒だったりっていうような感じですよってことですね。今の話聞いて、天皇さんが皇居から東京都庁にお引越しするイメージが湧いてるけど、そんな感じ？役所に住む。だから、例えば、この今の皇居のね、お住まいが焼けたと、丸焼けしちゃったと。で、それで、まあ、赤坂御所なりなんなり、まあ、そのいろいろ離宮は今の天皇もあるからさ、うん、そこに移るんだけれども、やっぱそのままではいけないから増築しましょうと。で増築するんだけど、まあ、今だったら多分皇居の増、の建て替えになるんだろうけどね。皇居の建て替えする間に、まあ、都庁の方にちょっとね、お住まいになるとか、そういう、うん、なんていうか、まあ、今だったらなんかこう、どっかのあの、ホテルを借り上げて、そこでお住まいになるんだけど、ちょっとそのホテル借り上げるときに、他のお客さん入れ
ないように、ちょっと、この庭のところを変えますみたいな、そんなことをするとか、なんかそういうイメージなのかな。大変やな。そうそう聞くと。もうしょっちゅう焼けてるよね。前も言ってたけど、いろいろと。まあ、大変だよね。特に、この頃は、やっぱ道長の政治に対する反対派とかが放火したんじゃないかとか。うん、で、まあ、三条天皇の時の大事の火災は、道長がつけたのかもっていう噂もあるわけなんですよ。その三条の火事で大事が焼けるなんて、三条天皇の祭りごとに反対する人がいるからです。天の怒りですとか言いたいがために火つけたんだっていう、まあ、説もあったりするんですけど、ただ、この時、厚平親王が、やっぱり大事に住んでるんでね、自分の孫もいるのにそんな危険を犯すかっていうのはちょっとあるんで、まあ噂では流れたけど、まあ、この第二の火災は道長の放火ではないんだろうけども、まあ、そういういろんな思惑によって放火、ほとんど放火なんでね、放火が多いんで、まあ、だから反対勢力だったりいろんな思惑でこう付け火で火事が行われるんで、まあ、だからね、実際ドラマでは出てきてないんだけど、この年道長の土見門邸も全焼してるんですよ。で、全焼して燃えちゃったんで、まあ、道長が言ったその頭領階級の人たちにもう散々パラ言ったら捧げ物でいろんなものを新しく新築ね建てるのにいろいろ資材をねやったんで、サネスケがまたひどいみたいな、ね、文句言ってるみたいな、そういう時代でもあったりするんですけど、まあ、なのでなかなか道長のその政策というものに、まあ、反対意見の人が多くなってきた時期ではあるんだろうなっていうね、うん、なので放火が多くなってるっていうのはあるのかもしれないですね。じゃあ次行きます。リリックじいさんですかね、コメントありがとうございます。助子様立候の儀の際に、実助さんが三条天皇から務めてくれと言われていた承継とは何でしょうかっていうね。まあ、承継っていうのは、その、いろんな陣の定めだったり、儀式だったり、行事だったりのね、そういうのの、責任者みたいなものなんですけれども、一応陣の定めの時は、まあ、左大臣が、まあ、承継なんだけど、でも、例えば、左大臣、ね、一番身分の高い道長がお休みっていうこともありますよね。そうすると次は、右大臣が務めるし、で、右大臣休んだら内大臣が務めるしっていう感じで、まあ、言うと、陣の定めの時は、まあ、順番に、その時参加してる一番、その身分の上の人が承継を務めるっていうのが、まあ、あるんですけれども、ただ一応、陣の定めの時に承継務められるのは、中納言以上なので、もし、中納言以上全員欠席してて、3議しかいなかったら、まあ、次回に持ち越しみたいな感じで、もう今回会議できませんね、みたいになっちゃうんですよね。ということで、リリックじいさん、よろしいでしょうか。次は、パディントンザベアさんですね。コメント、ありがとうございます。ありがとうございます。今更なのですが、大吉とか仏滅というのは、平安時代からあったのでしょうか、陰陽師が決めていたのでしょうか。クーさんご存知ですよね。はなんかもう知っているでしょ。とかは知ってるけど、赤い日って書いて何て読むのか未だに知らんの。社交ね。一応ね、これパディントン・ザ・ベアさん、申し訳ないんですけど、大吉と仏滅は別物です。別物、はい、まず吉とか凶とかね、大吉とか大凶とか大大吉とか大大凶とか、そういう吉とか凶っていう概念は平安時代からあったし、暦にも書かれていた概念なんですね。まあ、ラッキーデーとかアンラッキーデーという意味だから、だから凶だ吉だっていう意味であったんですよ。だから大吉とか大凶とかっていうのがあったわけね。まあ、でも仏滅っていうのは実は大安なんですよ。仏滅とセットだと大安とか仏滅とか遠引きとか、さっきの釈光とか、戦勝先勝ちとかっていうのは六曜っていう考え方で、これは平安時代にはありませんでした。鎌倉時代から室町時代にかけて民間に広まった考え方なんですよ。で、鎌倉時代から室町時代に民間で広まった考え方なので、宮中に勤めているいわゆる国家公務員である陰陽師とは全く関係のないものなんですよ。なんですが、このね、言ったら鎌倉時代とか室町時代って、国家公務員の陰陽師以外に、野良陰陽師と私が呼んでいる、こう、民間陰陽師がいっぱいいたわけなんですよね。言ったらちょっと怪しげな陰陽師って言ってるけども、国家資格を持ってる人じゃない人たち。言ったら自称陰陽師みたいな人たちがいっぱいいたわけなんですよ。で、この野良陰陽師たちは、そういう六曜を大安だとか仏滅だとか広めるのには一役買ってるんですよね。でも、いわゆる正規の免許持ってる国家公務員の陰陽師は関係ないってことなんですよね。まあ、なのでちょっとこの辺ややこしいんですけど、大吉と仏滅は違うっていうことと、その同じその大安とか仏滅の六曜は正規の陰陽師は関係ない。ただまあ自称陰陽師たちは大いに関係してるっていう感じですね。じゃ逆に言うとさ、その頃の、まあ、正規な陰陽師たちが今日はいい日ですよとかいうのの例えはなんか違う言葉で言ってたの。大安とは言わなかったんだよね。
あ、そうですね、そうですね、言ってないですね。うん、はい、あのちゃんとなんかあのもう昔から陰陽師が言われているいろいろあるんですよね。その、うん、なんか転写術だったりって今もあるけどね、そういうのの日だからダメだとか、うん、このこういう日だからダメだとかっていうのでちゃんとその進言してるっていうのはあるんです。ただまあ民間ではその鎌倉時代以降そういうのが広まってて簡単だしっていうので、うん、あのそういうのが分かりやすい。野良さんたちはあまり学がないからそういうことを言っていた。でも逆に言うとその野良さんたちがやってくれた方がもうみんなには伝わったわけだよね。陰陽師のこう難しすぎて広まらなかった。難しいのはもう。やっぱほら、あの貴族たちもね、何かやるたんびに陰陽師に占わせなきゃいけないから、お金のある貴族たちはいいけどさ、うん、そうじゃない庶民だと、言ったらその都度占ってもらうってのはできないんで、うん、もう言ったらあの、六曜って順番なんでね。だからあの、暦に書いてあったら、それですぐわかるから、あ、じゃあこの日いいだな、この日悪いだなっていうね、その、いわゆるややこしいいろんなことをね、その都度その都度占わなくていいので、お手軽だったわけなんですよね。まあ、なので、紅葉のほどは定かではありませんがってことなんですよね。そう。なので、まあ、一応の、鎌倉時代から続いてるからね、今も重視される方はいるかとは思うんですけれども、うん、一応、あれは、その出自の明らかじゃない、割と、その、いい加減なというか、うん、まあ、なんていうか、怪しげなものが、から始まってはいるっていうものではあるんです。いまだに仏滅の結婚式とかありえへんって言われてるの。なんかね、あの、ホテルとか空いてるらしいけどね。うん、元はいい加減なんだけど、いい加減なものでもね、100年、200年、300年と続くうちには、まあなんか由緒あるように感じてしまうのが、うん、言った歴史というものなのでございますよ。続けていくことに意義があるっていうのはそこですね。なるほど。そう。途中で廃れなかったっていうのが大事なんだよね。うん、続いてるともう、400年も500年も続いたら、これはなんかやっぱりあるんだよってなるのが。うん、きっとね。歴史の事実ってこと、うん、確かにその通りです。いやもうそれを知ったら仏滅の日に結婚式を安くあげて済ますっていうのも全然大丈夫。安いらしいからね、うん、全然大丈夫だと思う、うん、いい。じゃあ次いきます、佐藤玲子さん、コメントありがとうございます。質問なのですが、清少納言は紫式部が指摘しているように漢文の知識が不足していたのでしょうか。もしそうなら枕草子の内容にもいろいろな学者からツッコミが入ってもいいような気がするのですが、今まで紫式部以外で清少納言の漢文の知識にケチをつける意見を聞いたことがありません。具体的にここが間違ってるみたいな実例があるなら教えてほしいです。ということで、これあの別に紫式部の漢文の知識が当時の女性として突出していただけで、清少納言が大したことではないっていうわけではないんですよ。そもそも清少納言がいた貞子ちゃんのサロンっていうのは漢文の知識が女房たちなのにすごく豊富だった貞子サロンの中でも一目置かれていた清少納言ぐらいなので、かなりハイレベルではあったわけなんですよね。そのハイレベル以上の知識持ってた紫式部だからけなしただけであって、別にだから言ったら比較問題だけで、その紫式部がちょっと特別なだけで、清少納言の知識がないわけじゃないんでね。なので別に清少納言がいろいろ和歌読んだりっていうのを紫式部あんな浅い知識でとか言ってるけど、別に間違ったこと言ってるわけじゃないんでね。なので、あ、知ってる、すごいね、当時の女性としては知ってたらすごいねっていうノリで見たら、別に何もそんなおかしなことはないわけなんですよね。ただ自分が言ったらものすごい知識量のある紫式部が大したことないわねとマウント取っているだけっていうだけの話でございます。あれか、今東大生が京大生にマウント取るようなもんか。まあそうだね。私らから見たらどっちでもええやん。そうそうそう。どっちもすごいじゃん。別にどっちもすごいじゃん。なんか、でもなんか私らには分からない差があるんだろうな、みたいな、そういうぐらいのレベルだということで。まあだから、東大とか京大だとちょっと私もそのよく分かんないんだけど、よく分かんない。早稲田ぐらいなのかな。あの、東大と早稲田ぐらいだったらだいぶ差があるのかな。まあそれくらいの差はあったのかもしれないんだけど、その紫式部に言わせたらね。でも、周りから見たら分からんっていうね。その、別にどっちもすごいじゃんっていうぐらいのレベルではあった。ってことですね、うん、当時の女性が言ったのか、まあ、賢い、兄弟賢いよみたいなね、うん、そんな感じそんな感じ。その庶民からしたら、漢文知ってるだけでも、女性が漢文知ってるだけでもすごいっていうレベルから見たら差はないんだけど、うん、その知ってる者同士からしたら、いやいやあいつと一緒にしないでくれみたいなね、なんかよくわからないそのレベルのけなし合いだったっていうみたいな、まあ、一方的なけなしだけどね、だったってことだと思います、はい、なので別に清少納言の知識が別に間違ってたってわけではなくて、紫式部と比べたらやや劣ってたのは劣ってたんだろうなぐらいですよね。はい、じゃあ次いきます。ゆずこしょうさん、コメントありがとうございます。
藤原の為時さんは自身の名を名乗るときに必ず藤原の阿孫為時でございますと名乗っていますが、この阿孫とは何なのでしょうか。阿孫も名前の一部なのでしょうか。名乗るときに必ずつけて名乗らないといけないのでしょうか。外国でいうミドルネームみたいなものでしょうか。これはご存知でしょうか。阿孫、クーさん知ってる？なんかあの位の名前じゃないの？そう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 。例えばほらあのあれ国家公務員みたい。違う？何のこと？今の例えば会社とかでの国家公務員ってなんか試験受けてはい合格ですってもらわなかったでしょ。知らん、よく知らんけど。公務員の公務員っていうお印みたいな。そうそう、なんか職種、うん、公務員ですみたいな。とね、公務員ではないね。いや、まあ、ちゃうやろうけど、うん。そう、だからちょっと例としてはちょっと、うん、よくわからなくなって、逆に分からない。会社の部長とか課長とかそんな意味とも、まあ、逆に言うとそっちの方に近いかもしれないね。もともとはね、その、天武天皇、飛鳥時代のね、天武天皇が作ったヤクサのカバネっていう、カバネの一つなんですよ。で、カバネっていうのはまあ、今だと姓ってね、いうふうに呼ばれてるんだけれども、当時、その姓っていう、カバネっていうものは、姓というものは、天皇に下賜されて初めて持つことができるステータスの一種だったんですよ。だから普通の人はその姓持ってないの、カバネ持ってないわけですよね、うん、でその宇治名っていうのはあるんだけども、宇治の名前っていうのはあるんだけど、うん、姓は持ってなかったんですよね。でそれでヤクサのカバネっていうのはそのマヒトとかアソミって、これアソンのことなんだけど、ね、後のアソミとかスクネとかイミキとかミチノシとかオミとかムラジとかね、イナギとかってこう8つあったね、このヤクサのカバネっていうのを天皇からね、まあマヒトっていうのは皇族しかもらえないから、あのアソンっていうその今書いてるね、アソンって書くアソミっていうのは人心皇族じゃないものがもらえる最高のくらいのカバネ姓だったわけなんですよ。で、ところがよ、ところが、うん、飛鳥時代はそうだったのよ。でも奈良時代になるともうほとんどのね、あの貴族がもういった阿孫を、カバネをもらってしまったんで、もうみんな貴族はもう石投げたら阿孫になっちゃったんですよ。で、もうなので、まあ平安時代ぐらいになると、苦行の方は、まあ三味以上のね、ちょっと位の高い上級貴族の苦行たちは、宇治名ですよね。藤原だったら藤原の下に阿孫をつけて、藤原の阿孫道長みたいなことを言って。で、あの、4位以下の、4位以下の、言ったら、その、ま、身分の低い中級貴族の藤原さんは、藤原の為時阿孫っていうね、名前の、言ったら、宇治の名前、宇治が来て、それで、イミナが来て、イミナの下に阿孫をつける、みたいな区別にはなったんですよ。みんな阿孫阿孫だから、みたいな。でも、その阿孫の中でも、ちょっと地位の上下はあるだろう、みたいな感じで、言ったら、その場所でちょっとね、宇治の下につけるか、イミナの下につけるか、みたいなので区別する、みたいなことになってたので、まあ、なので、本当だったら、ためときパパは、C 以下だから、三味以上じゃないから、藤原のためとき遊んでございますが、正しいんだけど、まあまあ、その言ったら、それやるとまたややこしくなるんで、まあ言ったらもう藤原はみんなもう遊んになってる時代なので、まあよろしいでしょうと。まあ、後の時代になっても、言ったらまあ、信長とかそういうね、武家たちが、みんなそういうふうに、朝廷から位階を授けられる、官職授けられるってなった時には、もうなんか必ず、宇治の下につけるものがもう決まり、みたいな、なんかもう、そう決まりだから、書くみたいになってみんな阿孫って書いてるようになっちゃうんで、まあなので今回も別にまあもう藤原の阿孫のためときでいいじゃんみたいな感じになってるんだと思うんですけど、だからそういう感じのものです。もともとは天皇が下賜するステータスの一種だったんだけども、もうこの時期はみんな阿孫だよ、石投げればみんな阿孫だよみたいな時代になってるから、まあまあそこまでこだわらずに阿孫つけてますっていう感じぐらいにはなっちゃってたってことですね。逆にみんな阿孫だったら阿孫いらないよね。まあね、まあね。もうだからもうこれもね、前例主義なんですよ。もうなんかもう昔からずっとついてるから、ついとかないとねってな、財布も、もうだから室町時代ぐらいになってきたら、もうみんなもう何にも考えずに、とにかく公文書には阿孫つけときゃいいんでしょみたいになって、阿孫になっちゃってるみたいな公文書になっちゃうから、まあなのでね、阿孫のね、うちはもう全然、なんかなくなっちゃってるんだけれども、まあ一応、その、ためときパパのこの道長の時代にはまだ区別はギリあったんだけど、まあでもみんなつけるしね、みたいな、そういう感じにはなってるって。別になんか、阿孫がすごいにはもうならなくなっちゃってるっていうのはあったってことですね。はい。ということでございます。ということで、今月の、コメント、質問、お答えとはこれで、これにて、一件落着でございます。国家公務員じゃなかった。
国家公務員とはちょっと違う。だからまあ、言ったらその部長とかね、課長とかに似た、もともとはそういう地位を表す。で、それでその上からもらえ、天皇からもらえるありがたいものだったんだけど、そのうちもみんな、なんだろう、外資系企業で全部役職者なしにして、全部 CEO にしましょうみたいになっちゃったみたいになった。うん、みんな CEO だから、もう全部なんとか CEO、なんとか CEO、なんとか CEO になっちゃってるから、もうつけてもつけなくてもいいんだけど、まあなんか慣習でつけてるからつけとくか、みたいになった感じ。なんかかっこいいしみたいな感じだったんだから、ね、そうそうそう、ちょっとかっこいいしみたいな、あとかっこいいしヒラじゃないよみたいな、そうそう、みんなとりあえず全員に役職持ってるみたいな、うん、そうそう、だからヒラ一人もいなくて、ね、社長もいなくて全員 CEO みたいな、そういう会社みたいになっちゃってるって。そしたらまあ営業の時行きやすいよみたいなね、そうそうそう、ちょっとかっこいいじゃんみたいな、そういうノリになってるのはなってる。なるほどね、なるほど、わかった、よかった、今回も面白かった。ということで、また月に一度の今月のラットちゃんのピアスは何のコーナーでございますが、今回はまた新作でございます。で、今回はシングルの片方だけのやつなんですが、今回のも毎回ですが、うちの旦那さんが買ってきてくれました。私が買うことは、ラットちゃんの旦那さんのピアスになってそう、もうほぼほぼ私が買うことはございません、この頃は。ね、なんかね、手作りバザールの生き物編みたいなのが1ヶ月前ぐらいに京都かどっかであって、それに娘と一緒に行ってきた時に見つけてきてくれたんですが、うん、今回わかるかな？ラフレシア？ラフレシアでございます。ラフレシアだ、すごい。それ臭いの？うん。匂いがしません。あ、そうなんだ。なんだけど、ラフレシアはなんか世界一臭いとか言ってるの、ね、そうそう。これね、人の体なんですよ、下に。ああ、大きさを示しているっていう。うん、それがね、なんでかっていうと、説明をこれを作った方が言ってくれたんですけれども、ラフレシアっていうのは、なんかについて、寄生する花なんだって。根っことかがあったりとかないんだって。葉っぱとかがないんだって。で、これを私がラフレシアをそのままつけてしまうと、私に寄生されてしまうので、なのでもうこの子に寄生をしているので、つけていても、つけてる人は寄生されませんよという意味らしい。洒落てるでしょ。深い、親切なピアスだ。なので私には寄生されないんですよ。私またその子が食べられてる瞬間なんかと思って。あ、そう、私もラフレシアって肉食植物だったかなと思って、それでなんか食べてんのかなと思って。まあ逆に言うともうこの子が寄生されてるんですけどね。食べられてるのは変わらないです。食べられてるっちゃ食べられてる。なんですが、今回はそのラフレシアのピアスを購入してもらえたので、それをつけましたということで、なんかさ、ございまーす。ラフレシアってさ、ものすごく臭いらしくてさ、うん、そうそう、いっぺんなんか匂ってみたいけど、なかなかその咲いてるところに行けなくて、匂えないらしいよね。難しいらしいよね。うん、臭い、すっごいんですよ。もう本当に臭いんでしょ、うん、だし、だからちょっといっぺん匂ってみたいと思うんだけど。わ、うん、かるわかる。ねえ。どの方向の臭さ、どの系統の匂いなのかもわかんないけどね。動物とかが死んだ匂いとか書いてたよ、まあ、だからその虫とかそういうの集める虫たちにとっていい匂いじゃないといけないから、まあ、屍の匂いらしいよ。腐敗臭に近いっていうのがあるんだけど、そっちらしい。でも腐敗臭もいろいろあるからね。いろいろあるよね。匂ったことないけど確かに、なのでそういう匂いらしいですよ。すっごい昔さ、大阪でやった花と緑の博覧会、うん、あの時ラフレシア来てたのよ。来てたんだけど、うん、なんかガラスケースみたいなのに入ってて、匂えなかったのよ。私も見に行ったのよ、あの時。ラフレシアだと思って。そしたらもうドームに入っててさ、カプセルの中に入ってるから、もう言うたら直接見ることも、まあ、ラフレシアをさ、生かしたまま持ってくるの難しいだろうからね。しょうがないんだけどね。あとなんかさ、か水蒸気かなんかでさ、ちょっとさ、曇ってなかった？中もちゃんと見えなかったよ、ね。そう、中がぼやーってしてて、はっきり見えなかったのよ。あれすごい残念だった。そう、私もすんごい、って言って、ラフレシアはって言ったらなんか、と思う。私もこういうのがもう生き生きとでっかいのが来てるもんだと思ってたから。だからそのショックだったんだっけ覚えてる。あの時にはそのラフレシアと、それからヒマラヤの青い景色を見に行ったのよ。で、ヒマラヤの青い景色も、なんていうのかもう、一輪だけさ、ひょろって、これみたいな感
なんかやっぱり見たいってずっと思ってた、そのなんかものっていうのを実物見ると、えー、ってがっかりするってことはまあまああるんだなと思って。まあまああるね。そういえばなんかメタセコイアも展示されるとか言ってなかった、まあ、私それ見に行ったような気がする。メタセコイアは結構いろんなところで見られるので、そんなに別に珍しくはないんじゃないか。あと大きいから、そうなんかあのすっごいでっかいやつ、大きな花、こんなに大きいかと思ったら案外こんなやつえ、それってオニバスの葉っぱ、あ、そっちのやつか。メタセコイアってあの大きい木じゃないの。木じゃないの、長い木。メタセコイアは木だよ、ね、うん、むっちゃ大きい木だよ。うちの近所のあのなんていうか公園にあるよ、メタセコイアの木がいっぱいあ、すげえいっぱいあるよ。なんか巨大な木やと思ったら、なんか普通のちょひょろっとした木で、うんってなった記憶がある。まあね、持ってくるっていうのにね、限度があるからね。確かにね、うん、まあ植物は難しいですよね。難しい、うん。なんで今回はこちらでございましたので、はい、また来月お楽しみに。面白いピアスありがとうございました。面白かった。